長、今日は。どうも、店長です。今日は、あの、ベロカジカの方をさばいていきたいと思いますので、どうぞ、ご覧ください。では、早速。まずは、軽く水洗いして、こう、ぬめりを取っていただいて。軽くでいいので、ただ少し水気を、切って内臓から包丁、こんな感じですね。感じで入れていただいて、水で。打ち合い取りたいんで、真ん中のところ包丁で少し入れてもらえると血合いが取りやすくなるんで、綺麗になって、次は頭を外していきます。硬そうだね。硬いっすね。カジカは頭の部分とかアラの部分がアラ汁にするとめちゃめちゃうまいんで、必須です。取っておくと必須です。はいつも通りに三枚に折り畳むだけです。あ、鱗ないんだっけ。そうですね、鱗ないんで、鱗ない分ちょっとぬるっとしてるので、包丁入れるときとかの手切んないように気をつけてください。ベロカジカって今時期なんだね。ですね。春先っていうかイメージなんだよね。サイズも悪くないですからね。サイズも肩はいいしね、これね。なかなか量が出すね。こんな感じですね。こんな感じで両方おろしていきます。最近ハマってるものって、なんかハマってるものっすか、最近ハマってるもの、自分ゲームとかしかしないんですよ。何のゲーム？自分するのは、Apex Legends っていう、タダでできるゲームなんですけど、PS4 とかで。あ、PS4? そうです、そうです。で、なんかまあ、なんていうんですか、サバイバルみたいな。100人全員倒せば優勝みたいな、そんな感じの、今流行り系の。バトルロイヤル系ゲーム。知らねえ俺。ゲームは今携帯ゲームしかやってない。なんかあのちょっとエッチいやつ。なんすかそのゲーム。なんとか内室っていうのが、中国の、中国系のやつだよね、あれ。ちょっとエッチいやつね。全然、まあ、それはさておき。中漏れ取ってくね。そうですね、中漏れ取って。これでとりあえず、下ごしらえは終了です。カジカ三頭身だよね。確かに三頭身です。ほぼ頭っすからね。ほぼ頭。カジカいいの入ったよって、1キロいくらだよっていううちの700グラムぐらい多分もう頭っすから。頭ですね。そうそう。
では皮を引いて盛り付けまで一気にいっちゃいたいと思います。カジカの皮も普通の魚と同じく引けるので、ちょっと柔らかいんで、ぬるぬるするんで気をつけてください。いや、でも他の魚に比べると身と皮が剥がれやすいんで、かなりすんなり、失敗なくできる、ほぼ失敗なくできません。ちょっと包丁深く入っちゃったりすると皮ちぎれちゃったりしちゃうんですけど、でもまあこんな感じで基本的には綺麗に引けます。色つくんだな、皮の色が。でカジカもこのところに骨ついてるんで、骨は腹側につけた状態で。デバで、そうですね。まあ別にデバじゃなくても、最近あまりずっと使ってなかったデバを1時間半ぐらいかけてやっと研いで、あ、そう。綺麗になったらちょっと使おうかな。あ、そう。なるほど。使ってみたいな、久しぶりに。うん、まずはいつも通り、手切りの妻を皿に乗せる。いつも通りですね。カジカの方が身が細いんで結構難しいんですけど、この間の原型と違って全然美味しそうだよね。けどゲンゲの唐揚げ1個試食しましたけど、はい、なんていうんですかね、なんかすごい不思議な、けど唐揚げは確かに美味しかったっすね。あ、そうだ。でもなんていうんですかね、水っぽいんで、入れた瞬間こう口からなくなるみたいな、なんとも言い難い特殊な食感でした、ね。それはそれで美味しかったんですけど、カジカは間違いないよな。カジカは間違いないっすね。普通のカジカとかだと肝入ってたりして、まあ、肝醤油とかにして食べても美味しいので、カジカの肝はみんな捨てないように。あと肝醤油にする前に軽く電子レンジとか、家だと電子レンジとかでチンしてからする方が危険がないです。あー、なるほど、うん、そのまま食べるってよりは焼きにした方が。中身は左側、中身はそうですね、わさびを右側とかに置くんで、基本わさびは右手前なので。レモン、こんな感じですね。完成です。完成です。お待たせいたしました。ベロカジカお刺身です。